FM キロンから始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、はい、7月6日水曜日時刻は午後10時を回りました沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティの小浜直人でございます はいはい。今日ですね、久々にゲストが来てて、舞い上がってて、あの、はい。ボリューム上げるの忘れてた。最初の何秒か放送事故、ぽかった。ごめん。<laughs> 申し訳ないです。<laughs> スタッフさんが慌てて飛んできてたな <laughs> はい、すいませんね。はい、えー。今週もバタバタしながら、はい、進めていきますよ。皆さん、えー、よろしくお願いしますね。はい。えー、先ほどもね、ちょっとお話ししましたけど、今日久々にちょっとゲストさん来てるので、あのー、ちょっとね、サクサクっと進めながら、はい、いろいろ、えー、 やっていきたいと思いますよ。皆さん、ぜひよろしくお願いしますね。はいはい。じゃあ、今週も進めていきましょう。はい。えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、毎月お題を決めて、ワイワイ楽しく会話をしていきましょうという、えー、まるで、居酒屋さんで飲んでいるような緩い、ゆ、るい番組でございます。えー、どうぞ、えー、午後10時まで。 10時半までお付き合いください。よろしくお願いいたします。はいはい。えー、この番組は、あなたの専属トレーナーになります。沖縄若田接骨院。真心ビ味でご提供。居酒屋魔順。氾濫注意のハンバーガーショップ。チムフガス。えー、以上各社の提供でお届けいたしますよと。はい。えー、あとですね、あのー、まあ、今月のというか、 えー、久々にねちょっと大きくお題を決めてお話ししていこうかなと思うんですけど今月はですねあの沖縄県のキッズカテゴリーっていうような、えー、お題で、うん、進めていけたらなと思っていますので皆さんよろしくお願いいたしますでですねあの一緒に沖縄県のサッカーを盛り上げてくれる皆様からの緩いメッセージをお待ちしておりますよ えー、現在お聞きいただいています、FM 技能案のホームページより、えー、番組へのメッセージ、リクエストをこちらと書かれたバナーをクリックしてもらえると、メッセージを送ることができるページへと移動できますので、えー、ラジオネームもね、おそれなく、えー、お送りください。メールアドレスは、797-FM 技能案 .com。もう一度言いますね。797-FMGINOWAN.com でございます。 沖縄県のサッカーを盛り上げていこうに対する質問やお知らせ、報告などなどいろいろ受け付けていますので皆さんよろしくお願いいたします。はいはい。でですねあのー、今月のお題今月もつかな大丈夫かな <laughs>、はい、沖縄県のキッズカテゴリーっていうお題でね進めていこうと思うんですけどはい、えー、今日はですねちょっとゲストをはいお招きしております早速ですが自己紹介の方お願いできますか。はい皆さんこんばんは。 えー、AC クリアスポーツクラブ沖縄の代表ヨヘナ勝也です。はいはい、いこんばんは。こんばんは。お久しぶりです。どうもお久しぶりです。すみません、なかなか会えずに。<laughs> ね、俺か、俺だよね。<laughs> ええ、忙しいですからね。<laughs> すみませんね、もうはいあのヨヘナさんはですね、今、えー、紹介があったように AC、えー、クリアスポーツクラブ沖縄の代表されている方なんですがあのー、えー、っとね僕岐南高校のサッカー部 出身なんですけど、この、はい、議論高校のあの。めちゃめちゃ強かった頃のね。後輩、<や>後輩さんです。はい。そうですね。あの。すごくやりやすいので。<laughs> めちゃめちゃ強かった頃の。はい、そう、ね、ですよね。もう俺さん付けですからね。もうね。いや、僕もさん付けでし <laughs> <laughs> いや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 。でもね、本当にもう。なんだろう。俺らの頃はだいぶ弱かったので。あれなんですけど、やっぱ後輩がね。 あんなにガンガン行ってくれたおかげでもう今でもギナ高このサッカー部でよかったなと誇りに思っている部分はでかいので,で、ね、ありがとうございますね。<laughs> ごめんごめん話がずれましたねあの毎回ずれるんだけどさ毎,回毎週のように脱線するんだけど <laughs> ち,ちゃんと修正して話していきましょうねはいお願いします, <laughs> お願いしますでですねあの今月のちょっとね大きなお題がこの沖縄県内のキッズカテゴリーの、はい、うん えー、いろいろ、ね、あれやこれやお話ししていこうと思うんですけどヨヘナさんがね、あのー、自分も今年去年ぐらいか、はいね、久々に、あのー、ちょっとつながってお話しさせていただいて、うん、それまではあの社会人で、ねはい、あの活躍しているのはよく見ていてあの僕はもう、ね、県の一番下のリーグなんですけどヨヘナさんは、ね、もうトップリーグで県内の九州もね あんまり言わなほうがいいであの久々にこのちゃきちんとねお話しする機会を頂い,いて、うん、そうこれでいろいろお話ししていくとねこのキッズのカテゴリーで、はいろいろ教えていたりこのなんていうのかなその場でねいろんな経験をされたっていうことをあのお聞きしてて、はい、うんそうなんだこんな身近にねこんなあの、うん、キッズのカテゴリーで子どもたちに、はいね、あのサッカー 教えてるというかね、えー、普及にね、あのー、貢献している方がいたんだなっていうのはうん、率直にその時に感じたことなんですけど、うんうん、でい,い全然全然、もう、たくさんね、沖縄県、今、サッカーなんではい、はい、そうですよね、その辺もちょっと話しようと思ってたんですけど、やっぱ県内のこのキッズのカテゴリーっていうのは、はい、もう今はやっぱり、多いですよねそうですよね、もう野球チームを上回ってるっていうことでね。<laughs> すごくサッカーチームもク、まあはい、ラブさんも、まあ、スクールもたくさんある現状ですよね。今なんだろう各小学校にね昔はほらあの俺らの頃って小学校に1つの小学校に野球チームが2つあったりとかですけどもう今はもうサッカーチームの方が断然多いっていう現状なんですよね。こ、ねはいはい、これって一応本来はね嬉しいこと、うん なんですよね、このサッカー人口が増えてこれだけ興味を持ってくれる子たち、うん、また大人たちが増えてるっていうことはやっぱりうるんですよねそうですね、うん、まあ僕たちが小学校大体3年生10歳ぐらいの時ですかね自分が開幕したのはその世代が今はまあお父さん世代になってはい、はい、そっそうかそうかだね主導者の中にも入っていくことがやっぱりたくさん見られるんで。はいはいうん やっぱ自分の子供にもサッカーさせたいっていう親御さんが多いんじゃないかなと思って、うん、はいはいそう,そうだねそうだよジェ、ね、リーク開幕俺高校2年だったあっ怖っ高校2年1617ですか怖そうですね数僕と7歳ぐらい違うんですかうもう,そうはいあ<ー>うい <laughs> そうね、うん、もう、あの、あの頃、はい、数も大活躍中でした。今もね、そうですねやってます、ね。もう変態だよね、あの人ね、もう。えー、もう、ね、化け物だよな。そっか、そうだよね、でも。そうですよね。俺らのキッズのカテゴリーの頃から考えるとね、もうだいぶ。様変わりしてますからね。うん、県内のスポーツ、ーはい、あ、サッカー事情も。はい。うん。で、今ね、ちょっとお話でもあったんですけど。あの。なんだろう。 小学校に、はい、やっぱり各小学校にこのサッカーチームがあって、うん、でなおかつ今はこの FCJ 級ももちろんね、はい、一役になったのかなと思うんですけどこのクラブチームもだいぶ増えて、はい、で現状でいうとこの小学校学校のチーム、うん、あと別でやってるこのクラブチームと,、はい、とまた別にスクールが、はい、サッカースクールがあったりっていう現状がね、はい、あのー やっぱり県外ではずっとだいぶ前からやっぱりこういうのが浸透してて、うんはい、沖縄がやっと乗っかってきた感じなんですかね。やっぱりそうじゃないですかねもう最近の沖縄の、まあ、スポーツ事情とかサッカーの,この現状を見ると気候もあったかいですよね年から年中サッカーができるっていう気候ですしあと、うんうん、は、まあ、J リーグのキャンプの受け入れがどんどん最近、多くなってきて年も芝生の。 うん、環境が整えられたりとかはい、はい、あそっかそうですよね、キャンプとか考えるともうプロ野球並みに来てますからね自分も何チームか、今年また見に行ったんですけど、うんうん、やっぱ身近でねあんな選手たちを目にすることができるっていうのはものすごくね,ね大きな経験ですからね。うんうん、この 米さんが代表を務めている AC クレアはカテゴリー、ジャンル的にはこのスクールに今はそうですねになるんですよね、すね今の状態で。ですねゆくゆくはまあ地域総合型スポーツクラブっていう形で、ははい、はいやっぱサッカークラブにしてないので <laughs> あ、サッカークラブにしてない理由は,はいはいいまあいろんなスポーツを通して、まあ うんうん、子供たちの環境を作っていこうっていうクラブなので、サッカーだけではなく、だけではなくて、うんうん、はいはい、はい、スクールのまあ理念がこうまあ大人が成長してまあ子供の環境を創造するクラブっていうことであの掲げていて、はいはい、やっぱり子供の環境を整えるのってやっぱり大人がやっぱり初はじめやるべきことかなと思っていて。 大人の成長なしには子どもの成長っていうのはやっぱりないのかなとはははいはい、はい指導者の僕たちだったり、うん、あの親御さんに関してもやっぱり常にやっぱり成長するこの意識っていうのは大事かなとうん、うん、あ一応ねあの僕も今あのが緊張がいるんですけどこの米田、はい、さんが、はいえー、行っているこの活動を行ってますこの A.C. クレアに何回か。 はい。参加させてはい、はい、いただいたんですけどあありがとうございます。あのー、今おっしゃってたようにやっぱりねもう自分はもうおっさんですけど <laughs> はい。行けばね勉強になりますねやっぱりいいあのー、今おっしゃってたようなことははい、ちょっと身にしみてというかまあ何ていうんですかねまずはもう俺らがねちょっと楽しまないと、うん、子供なんか楽しまないああ、そうですね。部分っていうのはあの この参加させていただいた場面ではものすごくやっぱり感じたのでうん,うんやっぱり大人がそういうふうに意識していけば子どものまあ意識も変わるのかなうんっていう部分に関してはものすごくちょっと実感できた時間でしたね面白かったです十分は、はい、ありがとうございますトラップ一つにしてもあ40歳もう少し頑張ろうって思ってね <laughs> <laughs> いやいやまだまだですからねはいこれからはいはいそうなんですよねとお話をしているうちにはい えー、コメントが、えー、来てるのでちょっと紹介したいと思いますよ。はいはい、これは、えー、当たってるのか、まあ、マドンナさん。<laughs> 言い方当たってるかなお疲れ様まですは。はじめましてかなあもう、はいよろしくお願いしますね。はい、いすであと一つ、えー こんばんばは7月に入りましたね、五、え、輪、ー、代表、えー、浅野拓磨、えー、海外でプレーするのか、うんえー、アーセナルねって、うんうん、名将、ベンゲル監督に気に入れられたんだ、すごいですねって来てます、はい<ー>うーんそうですね、すねオリンピック代表、決まりましたね、そうですねまずは、アーセナルに行くのちょっとびっくりしましたけどね。うん、そうですねまあ いろんなメディアのお話では、まあ、移籍してすぐまた移籍、レンタルでっていう話がやっぱり強いのかなっていう部分がありますけどねちょっとこの辺でさ一旦ちょっと CM を入れてまた俺時間無視でおしゃべりし,し続けているので一旦ちょっと CM を入れましょうね。またこのお話は、はい、後半に ははいはいえ今週は今週も今週から <laughs> <laughs> はい沖縄県のキッズカテゴリーというお題ではい進めてますよ。今ちょっとお話もはいえーしてたんですけどこの県内のねキッズカテゴリーの,この学校のチームあとクラブチームスクール米田さん的にはこのメリットデメリットってなんかどんな感じですかね。 今ちょっとお話もしてたんですけどやっぱり俺らの頃だねだいぶ違ってこの行事がイベントがだいぶ過密しててやっぱり僕の周りでも毎週土日子供のサッカー行ってるよっていう親御さんはめちゃめちゃ多くて仕事に影響したりね家庭環境に影響したりとか結構聞,き聞くかなというのがここ数年の正直な現状かなと思う部分もありますね。 そうですね。うん、やっぱりちょっとスケジュールが過密すぎるっていうものはあのやっぱり指導者の仲間を見てても思いますし、はいはい、やっぱりボランティアでやってるお父さんお母さん、うんうん、まあ指導者をやってる方々もそうですけど、やっぱり土日まあ毎週日曜日は特に大会が入っててうん、うん、あの審判やったり、ね、そうですね。そういったあ,の、うん、まあ強制ではないですけどやらざるを得ない環境っていうのがあるみたいでね。うんうこれはなかなかちょっと。 そこまで大会とかね試合ばかりやっていて果たしていいんだろうかっていうのをちょっとまあ考えたりもしますけどねはいはいまだ自分は子供がそのカテゴリーに上がってなくて、まあ、小学生に上がってなくてまだその場には参加してないので、うん、もうそうですねもう言いたいことを言う形になるんですけど、まあ、個人的にですよはいはい、はい、でなんて言えばいいですかねやっぱり 関わってるスタッフさん親御さんからすればいろんな大会に出て結果出して優勝したり負けるのも大きな経験になるだろうしでも俺らの頃は小学校の時にあった大きな大会って一つか二つぐらいでそうですね新人戦、夏の全日とかスポーツ庁などの大会とか最後、冬季大会とか4会ぐらいじゃないですかね。こど行っても どのチームも何かの大会で優勝したよとか準勝、ね、<laughs> したよとか結構聞きますしね、はい、この遠征の遠征行くよとかも、ねはい,はい、いろいろ、うんまあ、これが、ね、一揆にあのいい悪いではなかなか判断できるものではないとは思うんですけどね、うん、やっぱりあの <laughs> 選手の出場機会が増えてるってことはすごくいいと思います。うんうん ただやっぱり選手をやっぱりあの固定して戦い続けるのには体に無理があるとあ<ー>まあ僕も幼少期小学生の子にこのオスグッドっていうものに膝がなってしまってはい、はい、やっぱりこの筋肉が硬すぎるとかうん、うん、そういったのが理由でやっぱりそういう故障もあったので、はい、幼少期にやっぱりやりすぎるっていうのはうんあまり良くないんじゃないかなとああそっかはいはいはい でその辺も踏まえて今のこの、うん、えーっと絵師クレアの方ではいろいろ取り込んでる部分があったりするんですよねそうですね、まあ、うちのクラブにはまあ理学療法士がいて、うんね、すごい、うん、いやいや僕に足りないものはやっぱり手伝ってもらったりね <laughs> はいこれはちょっと実体験が入ってるイメージですか、ね、そうですね子供のの頃からのちょっと いろんなな負担が結構大人になってそうですね今もいろんなところに来てますからね。<laughs> いやもうそれはもう、うん、見た感じではわからないぐらい,はい、はい、あでその辺をもう本来はやっぱり子どもの頃から、うん、小学校もしくはもうその前ぐらいからやっておかないと、うんまあ、いけないことなんですかねやっ,、うん、やっぱり子供本人っていうのはなかなか難しいので。うんうん まずは指導者と一番身近にいる親御さんですよね、はいはい、親御さんがやっぱり知識つけないと、その分、子がまが、まあお子さんが故障するということを防げなかったりとかするので、根性論ではどうにもならなららい部分ってありますから今でも、いますかね、この根性論で少年サッカーを教えてる指導者さん。いや,やっぱ根性の部分は僕もやっぱり大事にしますよ、<laughs> やっぱり負けず嫌いってのはすごく根底にあるものなんで。 ただそれをやっぱり客観的に専門的な知識を持った理学療法士だったりスポーツトレーナーだったりまあそれから学んだ親御さんがやっぱり子供を見てあげるってことはすごく大事なことかなと。ね、中学校高校ぐらいになると大体の,この見極めってしやすいあと自分の自己主張も含めてまあ言いやすい部分まあこれは本当は小学校の頃からや,やらないといけないことなのかもしれない親が教えないといけないことなのかもしれないですけどこの。 あ,あともう少し頑張れっていう部分と、うん、あちょっと怪我して無理させてるのかなっていう基準はやっぱりキッズのカテゴリーではなかなかね判断しにくい部分があったりしますからね,うんうねやっぱり選手本人からすると常に試合に出たいですしはい、はい、常にあの活躍したいので、まあ、先の見据えた話っていうのはやっぱりその小学生にするのは難しくてそれはやっぱり大人がいかに こう抑制してあげるか、うん、それはやっぱりまあ経験のある僕たちが話すことによって彼らの目をつまないっていうやっぱりサッカーしてない人からどんだけ言われても響かないですしね,そうですね実績がない選手から言われてもやっぱり響かないですしうん、うん、やっぱり僕ができることは僕が心配した分を彼らにさせないっていうところで多少実績がある選手から言った方がいい人もいますしね。 うんまあ俺からすればもうあなたの実績は多少じゃないんだけどさえ多少多少です多少です <laughs> はい全然多少ですああそうなんだそうですよねそっかそっかうんだからやっぱりいろんなお話を聞く中で、はい、やっぱりキッズこの子供の頃からの、うん、やっぱりスタートの土台っていうのはうんやっぱ大大,大切大切、ね、なのかもしれないですねやっぱり、はい、うんあまあ 好奇心というかねあの楽しみでサッカーはスタートしますからねそこで小学校から怪我とかにねまた中学校からすぐ怪我とかもね俺らの頃はなかなか見えなかっただけなのかなでも今はもう実際いるじゃないですか中学校で大怪我して、うんはい、中学生の頃からリハビリしててとかっていう子も、はい、もうざらにいて、はい、ーその辺のね うん、結構、幼少期からサッカーばっかりやってるっていうことがすご,すすごくあのネックになってるのかなと。うん、あそういう部分もあるんですねあの。足をやっぱりサッカー主体で使うじゃないですか。で、多分小さい頃から手使うなって言われると思うんですよ、あ<ー>監督やコーチから。はいはい、で、ちっちゃい頃からもう足だけでやる、足だけでやる。 <あ>手つないで後ろにリフティングさせるようなことももしかしたらねあったりするかもしれないですけど、うん、そういったことがやっぱり影響して上半身が発達してないっていうところにあの体のバランスの悪さだったりするのかなとそれいうえてねうちのクラブではまあまず全体的に運動の,このコーディネーションといわれる部分を強化して幼少期はやるっていうことにはい一番力を入れてますね。<laughs> やっぱり 大切なのかもしれないですね、いろいろ、うん、俺がやっぱり参加させてもらった数時間たったのね、あんな短い時間でもやっぱり考えさせられる部分って、うん、いっぱいありましたので、うん、そうだね、考えていかないといけない部分はやっぱりいっぱいありますね、うん、えー、コメントがね、いくつか、2つか、えー、ブルガリさん、あ先週も引き続きありがとうございます、はい、こんばんは。 俺参上 <laughs> 出たよ雷様枠って <laughs> ええー、<laughs> 一応、うん、そうだよね高木ブーの方だよね、うん、分かった分かった <laughs>、えー、だから、えー、鎌本さんの、えー、頭からカツラえ <laughs> かどうか調べてくれ <laughs> できません <laughs> 俺には無理ですすいません <laughs> あそういう気になることがあるんですねもうねあのー 鎌さんはい俺ちょっと実際見たことあるんですけど、はい、声とかかけられない威圧感があったさすがに「ずらですか?」とか聞けませんのではい <laughs> <laughs> はいっていう感じでお話ししていくと、はいえー、今週もねはいいろいろお話ししたいことがあったんですけど喋れないことばっかりだったんですがあのー、はい米名さんはいそうなんです初めてなんですよもうだいぶちょっと時間も差し迫ってきましたがはい実際初出演どんな感じですか すごく緊張しまししたね緊張てますはい緊張してます。あもうゆるい感じではなかったゆるい感じではなかったゆるい感じでって言われたんでいや僕はもういつも通り <laughs> 全然こんな感じなんですけどもうありがとうございますはいラジオの向こうで聞いてる方々があのどういうふうに思っていただいてやるのかなともうありがとうございますこんなふざけたパーソナリティにこんな真面目なゲストが来てってみんな思ってるかもしれないです一応 <laughs> 真面目っぽいですかありがとうございます <laughs> <laughs> ありがとううございいますはい、もう本当にただね、あのー、今週の時間も残り時間2分ちょっと切ってしまったのでいろいろねおしゃべりできることを、はいえー、しゃべっていこうかな、はいえー、ただ、あの米さんもしねあのタイミングがあるならまた来週、来週とまた来ていろいろお話聞かせてもらえたらなと思ってますぜひぜひこちらの方こそよろしくお願いします邪魔させていただきたいなと思います。はい、一応ねあのい、ー、いろいろ やばいやばい俺をツイッターでいろいろ喋ってたのをお話ししておかないといけないことがあるんですけど、はい、沖縄 SV の,この、えー、先々週間、えー、優勝した大会の、はい、九州大会がまた7月30日に、ね、九州の方でもちろん、えー、ありますので沖縄県代表として、ね、沖縄 SV の,の大会の。はいうん 結果とかもいろいろこっちで喋っていったり、また、えー、先週ね、f c はいホームで久々に勝って、連敗を阻止していますが、あついあの首位にね、勝っていたりもしますので、そううそうその試合でね、あのルーキーの上條君と山川君が先発出場して、はい、もうほぼ2人ともフル出場してたので、大<ー>活躍だったのかなと思うんですけど、こんな話もね、ごめんあの、時間がないからまた今度しゃべりましょうね。 えー、1万人祭りのまたイベントとかもあるので、はいえー、この辺もね。また来週もいろおしゃべりし,していきたいと思いますよ。よろしくお願いしますね。皆さんはい,はい。はい。ではですね今週はちょっとこの辺で終了したいと思いますよ。はい、はいえー、この番組は？あなたの専属トレーナーになります。沖縄大型接骨院。 真心、ビ味でご提供。居酒屋、ゅん反乱中院のハンバーガーショップ。チム・フガス。以上、各社の提携でお届けいたしました。はい、コメントがね、あと,といくつか来ているので、これは、えー、キャプテンさん、うん、キャプテンさんでいいのかな大丈夫かなありがとうございます。えー、こんばんは。はい、こんばんは。どう、どうも、よろしくお願いします。<laughs> ブルガリさんも、はい、こんばんはです。今更 <laughs>、ね、あと、脳内内内内さんからも、えー リオまでねあと1か月、えー、頑張りましょうね、はい皆さん、はい今週はもうこの辺で、また来週です、よろしくお願いしますお願いします。